フリーランスっていう単語を初めて知ったのがレジハリシフママクラスの1回目か2回目の授業で、あのフリーランスの方が来て話をしてくださったところで、私の中でこう在宅で働いててフリーランスでって結構ギャンブラーなイメージがあったんですけど、なんかそうじゃなくって、こんなにこうアクティブにこう孤独でもなく働くことってできるんだなっていうふうに興味を持ったのが一番初めで、もっとこう人生につながるようなこう生き方を変えるような勉強までできるんだなっていうのが一番の驚きでした。結構通ってる間に自分が勉強してるところとかこう動画とかを見せてたんですよね。なるべく旦那がいるところでやるじゃないですけれど、在宅で働いてるっていうのが途中からこう旦那もこう面白がって見てくれるようになってきて、それがすごい私も嬉しかったですし、旦那としても多分そういう働き方あるんだなみたいな意識が変わるところになったんじゃないのかなとは思います。子供と一緒にいながら生活ができる、かつ収入も落とさないで働きたいっていうところをやっぱ実現したいなって思ったのが一番ですね。私の場合はもう結構やっぱり人生変わったっていうところが一番大きいかなと思います。そもそも復職するつもりに通ってたので、で あれ卒業したらフリーランスになってるみたいなところですかね。フリーランスって結構孤独で働いてるというか、何かこう入院したりしたら本当にこうクライアントに迷惑かけます以上みたいな、そういうイメージ持たれる方も多いんですけど、幸い私の場合やっぱチームで働いてるので、しっかり産休も育休も取れるなっていうところもあり、今もね お二人にねいろいろ仕事を、ね、分けさせていただいて、産休代打って言い方してるんですけど、やっぱりこう休みを取ってもクライアントが離れないっていう安心感は持ってられますね。一番はなんて言うんだろう、このフリーランスのスタイルを主人が理解してくれたこと。主人は会社員で私はフリーランスですけども、お互いその仕事のスタイルを理解した上で、家庭を一緒に作っているかなと思います。子供としっかり向き合いながらお仕事ができるという意味では、もうすごく贅沢なお仕事かなと思ってますね。その会社員時代が、ウェディングとアパレルで、どちらも土日が仕事なんですよね。家族は暦通りに進んでいくのに、自分自身はそこがお仕事っていうのはどうなのかなと思ったところがきっかけですかね。ママお仕事してるのとか、たまになんかもうお仕事しないでとか言われたりすることもあります。同じこう空間にいる時にはあまりこう長時間しないようにはしていたりとか、なるべくこう一緒にいる時は一緒に遊べるといいかなと思ってます。私がこう、学校にそう週1とか通っている中で、子どもたちもママも学校に行ってるんだっていうことで、できることはやるようになったかなっていうのもあるんですけど、主人も頑張ってるからこう家事ちょっと手伝うよとか、ちょっとその辺は変わってきたかなと思います。こう公文の宿題ですとかも、いつもよりなんか、じゃあママも今やってるんだったら私も今一緒にやろうとか、割といい相乗効果というか、いい方向に動いていたと思います。卒業してすぐは渋谷の方で就任の時短でウェブのデザインのパートをしたんですけど、子どものペース、家族のペースで働ける方が私には合っているんじゃないかなってことで、在宅でできる、で自分のペースで仕事ができるっていうところを探して今に至る感じですね。この年になって学校に行くことっていうのがすごい不安はあったんですけども、入学してみたらママたちが集まっているので、勉強のこともそうですけど、家庭のことだったり育児のことだったりっていうのも何でも相談し合える仲間がいて、すごい学校行く時はすごい楽しかったので、それはすごい良かったなと思います。入学前はもう本当に専業主婦として、もう本当に子供と向き合う日々というか、家事も育児も全部ほとんど私がやっていたんですが、やれることは進んでやるみたいなのを決めて、
家事とか育児をそうやってこなすようにしましたね。はい、なので自正社員で在宅でもできるっていうのが一番理想だったんですが、本当に子どもが熱を出したら自分の可能な範囲で在宅作業にも常にもう優先してっていう感じですし、すごい理解のある会社でして、これはすごい私の理想だなと思ってこの会社に入ることに決めたという経緯でございます。はい、でも仲間ができたっていうのは強みだなと思ったし、あとはやっぱり行かなかったら私独学では絶対無理だと思っていたので、やっぱりこの基礎の部分が知識がなかったら多分できなかったので、もう本当にデジタルハリウッドで学んですごい良かったなって、もう良かったなとしか思わないんですけれども、はい、良かったです。中学校の保健体育の教師をしてました。私の主人が、転勤が多くてその都度に引っ越しをしていて、どこでも働けるっていうことに、すごく興味を持って調べていたら、デジハリが出てきましたので、そこでこのデジハリと出会いました。入学前の方が確かに時間はあったんですけど、卒業した後の方が全部しっかりできてます。この時間内にしなきゃいけないとか、この時間でやろうっていう思いがすごく強くなったので、きちっとメリハリつけてできるようになったんじゃないかなっていうふうに思ってます。息子が電車がすごい好きなので、今日学校行くよって言うと電車だって喜んでくれてたので、家族全体は比較的協力的にやってくれたかなと思ってます。初めての世界なのでつながりがあまりなかったということと、もっと経験を積みたいということで週3時短勤務と週2のフリーランスとしての仕事の働き方を選んでいます。可能性は無限大というか、こうご自身がやる気を持ってこうアタックすればするほど得られるものはあるんだろうなというふうに思ってます。悩まれている方はぜひぜひこう新しい出会いとかつながりとか、こうなんかこう自分の周りの世界を変えるぐらいのつもりで入って通われると、すごく得られるものが大きいんじゃないかなと思います。初心者の方だからこそ多分通った方がいいかなと思います。独学で学べることももちろんあると思うんですけど、変なこう遠回りもないですし、今のスキルからこうプロにっていう意味では、この7、8ヶ月間のプログラムっていうのはすごく良かったかなと思います。迷っていたとしても、入学しようかなって思った時は多分もう入学するタイミングだと思っているので、ぜひ挑戦してほしいなって思うんですけども、絶対家族の協力も必要になってくるので、そこは本当に入学する前に家族と相談して、で一緒にこう頑張ってもらえるようなスタンスでやっていけると、きっとその終わった時にただの学びだけじゃなくて、それ以外の経験とかそういう家族のありがたさとか、そういったものもなんか感じれるかなと思うので、ぜひ挑戦してほしいなと思います。こう一歩踏み出すのはなかなか厳しいとか難しいことがあるとは思うんですけど、やはり来てみたら同じような赤ちゃんを連れて来てる方とか、お子さんをどっか預けてって来てる方ともたくさんいるので、あまりこうできるかなとかいうふうに考えるよりは、一度こう見学だったり説明受けに来たりとかっていうのはいいと思うので、ぜひ一度足を運んでみたらいいかなと思います。不安に思われている方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、やっぱり入学したら同じ仲間がやっぱ主婦ママクラスっていうぐらいなのでいるので、なりたい自分っていうのがこう想像できる方だったらすごい
もう入って絶対損はないですし、絶対大丈夫だと思いますので、自分を信じて突き進んでいってほしいなって思います。迷われてるならぜひ行くことを私はお勧めします。何もしなければ何も変わらないっていうのが私の中であるので、どんどん行動を起こして、やっていってほしいなっていうのと、あとすごい大変だった時もあるんですけど、すごく楽しかったので、ぜひその経験を皆さんにしていただけたらなというふうに思います。